五島山は、新潟県阿賀野市と東神原郡阿賀町にまたがる山。標高は912メートル。五島連邦のほぼ中央に位置する。連邦中では、南西にある標高974メートルの肘が、竹、北東にある標高954メートルの松平、山に次ぐ高さである。峰が5つあることから五島山と名付けられた。809年に、 工房大使によって解散されたと伝えられる。西面の阿賀野市側を表古島と言い,い、東面の阿賀町側を裏古島という。双方からいくつかの入山ルートが用意されている。新潟市近郊の山として県内屈指の登山者数を誇る。麓には温泉街やゴルフ場などが広がっている。地元の学校では阿賀野川と並び必ずと言っていいほど、 高架の歌詞に入っている。五島山という名の由来となった五つの峰は、北から五の峰、四の峰、三の峰、二の峰、一の峰と呼ばれ、五島五宝と総称される。これら五宝は、五島連邦の狩領線には位置せず、狩領線から北西に伸びた尾根状に、約800メートルにわたって、直線、均等に並ぶ顕著な突起群である。 越後平野の川の真西の方角から眺めると五つの峰が美しく揃って見え、古くからこの五宝が五島山そのものとして故障され、親しまれてきた。しかし、これら五宝には三角点が置かれていない。五島山の三角点が設置されているのは、一の峰から北東へ約500メートル離れた五島連邦主領線上の912メートル本である。この峰は、 五峰で最も高い位置の峰よりもわずかながら高く、確かにこの付近の最高標高点である。そして、三角点が置かれていることで、これが五島山の標高とみなされ、地形図でも五島山頂のように表示されている。ところが、このせっかくの三角点法は、平野川からは五峰に遮られて見えない範囲が広く、そのため登頂しても眺望が良くない。眺望が良いのは、五方のうち、 特に五の峰と一の峰で、広大な一号平野の先に、八彦山、角田山を空気が澄んでいれば、佐渡島、淡島まで見渡せる。また、背後には、飯出連峰の全貌を望むことができる。このような事情から、いわば登山実用上の山頂である五島五峰と、紛らわしくなることを避けるためか、五島山912メートル三角天峰は、 山頂とはあまり呼ばれず、俗に五藤本山と呼ばれることがある。ありがとうございます。